はい、こんにちは。今日は2022年大阪医科薬科大の問題です。問題はこちらです。XY を自然数として、こちらの不定方程式を考えると。で、括弧1は Y が2以上に対して、解 X が存在するならば、X は偶数であることを示せ。で、括弧2は自然数 XY の組をすべて求めようといった問題ですね。まず括弧1なんですが、Y が2以上に対してっていうことなんですけど、じゃあ Y が1のときまずどうなのかっていうと、Y1 にすると、X1 で成立しますよね。3-2 で1ですから、XY は1-1で成立するなと。ということで、まず1-1はこれ、解になりますよね。でじゃあ、Y が2以上に対してはどうなのかっていうと、じゃあ、この式 Y が2以上の時には、ここ要するに、まあ、2の何とか乗ですから、まあ、2の倍数なんですが、2以上だとこれ4の倍数になりますよね。2以上、わざわざ2以上ってしてるってことは、ここ4の倍数で考えるのかなってことで、じゃあ、もっと4で考えてみると、まあ、合同式で考えてみましょうか。そうすると、ここは0になりますね。余りが0になる。4の倍数ですので、4で割った余り0になる。ということは、ここが消えて、X だけの合同式が手に入るな、ということで、考えてみると、3っていうのが4で割った余りマイナス1ですね。4-1 で3ですから、ここはマイナス1の X 乗というふうに見れますよ、と。で、合同式で、まあ、ここは0になって消えるので、合同1になるよ、ということですね。で、これで、まあ、X は偶数だってわかりますね。X が奇数だと、マイナス1の奇数乗はマイナス1になっちゃうので、これが合同になることはないよと。ということで、これが1になるためには、X は偶数だと。マイナス1の偶数乗で1になるよということで、まあ、こんな形でも示せますし、または因数分解して求めることもできますよと。これをこっち持ってきて、1をこっちに持ってくれば因数分解できますね。因数分解できる形にするために、マイナス1にして2の Y 乗はこっちに持ってきましょう。これ入れ替えるとこうなるよと。で、ここでこれで因数分解できますね。つまり、ここに X 乗があると見てあげて、3-1、それから3の X-1 乗足す、3の X-2 乗足すっていう風になってきますね。因数分解すると。で、プラス3足す1っていう形で、こんな形でここの部分は因数分解できますよね。で、これが2の Y 乗ですよと。で、ここは 3-1 で2ですから、2で1回割れるよと。じゃあ、-1 乗になるよと。で、ここで Y が2以上ですので、ここが、2としても 2-1 で1個残るわけですね。つまり2の何とか乗って形でまだ生き残ってるわけです。2の何とか乗ですから、これは偶数だと。ということは、これは偶数になるな、ということですので、で、これ、項が何個あるのかっていうと、3の0乗が1ですので、0からスタートして1乗、2乗、3乗ってなって、x-1 までですから、全部で x 項あるわけですね。項が x 項あるよと。項は x 項。ということで、奇数ですね、全部。奇数を X 個足して偶数になるよってことですので、X は偶数しかないねってことですね。これ X が奇数だと、奇数を奇数個足したら奇数になっちゃいますよね。ですので、X は偶数。ということで、こんな形で求めることもできますよと。ということで、括弧1はこれでおしまいです。で、括弧2は、まあ、これを使ってうまく解いてくださいねってことですね。X が偶数だってことを使っていきましょうと。今、Y が2乗の時を考えてますよと。y が1の時はまず1個求まったんで、y が2以上の時はっていうと、今求めたように、x は偶数ですから、じゃあ 2k としましょうか。k を自然数として。こんな風に置けますよと。そうすると 2k ここに代入すると3の 2k 乗。で、因数分解したいので、さっきと同じようにマイナス1にして、2の y 乗はこっちに持ってきましょうと。そうするとこれで因数分解できるんですが、今度は2乗引く2乗の形ですね。こっち2乗になったので、偶数乗ですから、2乗引く2乗、和田さんの積で因数分解できるよと。つまり3の k 乗足す1と3の k 乗引く1って形で因数分解できますね。ということで、これが偶数だとこの2乗引く2乗の形が作れるので、まあ、ちょっと嬉しいわけです。で、これが2の y 乗。つまり2しかないわけですね。素因数は2しかないと。2の何とか乗、2の何とか乗って形で振り分けていくよと。こっちとこっち。で、じゃあ2の S 乗としましょうか。じゃあこっち2の T 乗としましょうか。で、そうするとこれとこれかけてこれになるわけですから、S 足す T が Y ですね。S 足す T イコール Y。それからこれ代償関係見ると、こっちプラス1マイナス1ですから、こっちの方が大きいよと。ということは S の方が T よりも大きいわけですね。S の方が T より大きいよ。さらに、ここっていうのは K は今自然数ですから、K を1としたら3-1で2ですよね。2以上の値ですから、T は1以上ですね。t は1乗で自然数だということになります。じゃあ、こういうふうに置きましょうと。そうすると、3の k 乗足す1っていうのが2の s 乗ですよと。それから3の k 乗引く1っていうのが2の t 乗ですから、これでうまいこと、
まあ、足したり引いたりしたらうまいこといきそうだと。じゃあこれ足してみましょうか。足すと1が消えて 2×3 の形状イコール2の S 乗足す2の T 乗ですねと。そうするとここっていうのはこれ足すこれなんですが T の方が小さいわけですから2の T 乗でくくり出せますよね。そうするとこっち側1になってこっち側は2の S-T 乗足す1って形になりますよと。でこれで2で1回割りましょうか。そうすると3の形状が残ってこっち2で1回割ると T-1 乗ですね。2の T-1 乗になるよと。でこれでここがもし2の何とか乗って形で生き残ってるとするとこれ偶数ですよね。でこっちが奇数ですね。3の何とか乗ですから。これは等しくはならないよってことはここが0乗になるしかないですよね。これが等しいよってことはここは0乗になるしかないよ。1になるしかないということでこれで t が1が決定しますよってことですね。1で0乗で1になると。ここは1になるので、そうすると t が1の時どうなるかっていうと、ここに入れてあげれば k が出ますね。k は1ですね。3-1 で2になるよと。ということで k は1。これが出て、k が1の時はここに入れると3+1ですから4。で、s は2ですね。ということで s と t、k も出たよと。ということは、これで k が1の時はっていうと x は2k ですから x は2ですねと。その時の y の値はっていうと y は s 足す t ですからこれ足すこれで3ですねと。ということでこれがもう一組の解ですね。一組は11で分かってたよと。そしてもう一つは y が2乗の時は y が3ですねと。つまり x が2で y が3。これがもう一組の解ということでこの二組が求める答えということになります。以上です。ありがとうございました。